まあ、俺は言ったけどね、あのそれでダメだったんでしょうねって言ったけどね。なんかそんなわかるわけねえだろ、ね、そう思われたんだよ。俺も長く言いたけど、だから今プライドとかもそうですよ。ブランなんかブランクあって戻った時に知ってる4年の体で多分教わってないことを、うん、分かんなくて、多分中途半端な知識で、その時の知識でやってるのもあるから、うん、知らねえぞこの機能っていうのもあるから、そういう時はちょいちょい聞いちゃう。まあ俺はそういうのはね、今更こいつまだそんなこと聞いてるって思われるかもしれないけど気にしない、うん、知らないままでいるよりは教わんないと。俺もね同じ気持ちなのよ。それはね、知らないことを知ってますって言った方が絶対後で痛い目にあって分かってるから、なんで聞かなかったのって言われるじゃん、うん、だったらその、でもね、その重ねだったのかなって逆に思ったんだけどね、やっぱ言わなきゃよかったのかなって。よかったと思うけどね、分かんないことは分かりませんとかね、そういうことはちょっといろいろね考えちゃったの。それを多分全部知ってる体で言っちゃうんじゃないかな。だからちょっとね、難易度は相当高い。だってできてる人、うん、もう難しいって言ってるもん、ここの部署は、うん、だってプロパーっていうか、その正社員でさえさ、うん、自分が元いた部署移動したんだよ、一人、うん、もうすごいこっちの方が楽だって言ってるぐらいだもん、うんうん、あ、やっぱ相当きつかったんだなって。的にもそんなに本当に陰キャだよ、ね、陰キャの集まりって感じ、本当にそういう感じだから、大体言わんとしてることわかるでしょ。これ突っ込むから、あ、そうなんだ、じゃあいいですねっていう部署じゃないから、いやいや、なんとしてでもこれじゃないとあかんですって言って、妥協は許しまへんみたいな。できなくちゃいけないし、あ、じゃあそうなんですねって言ったら逆に怒られるし、いや、そうなんですねじゃねえよ、何言ってんだバカ野郎って言われちゃったから、まあ、難しい部署ではあったと思うよ、まあ、そこまで俺 やらせてもらえなかったっていうか、ちょっと無理だったからさ。今買い取りはできたけどね、これこういうふうにしよう、あ、しょうがないっけ、うん、そういう部署だったから、まあ、悪いけど半年じゃ無理、あれだけ、あんだけ無理だし、それと似たような仕事をしてきた子がいるんです一人、うん、それでももうガンガン言われてるぐらいだから、うん、どこなんだろうなと思っちゃうけど、ないだろうか、だってめちゃくちゃできてた、自分たちの前にいた部署ではできてたプロパー、うん、でもそこの部署ではもう分野扱いだから、見てなこいつ、ね、そんな部署なの、よっぽどだからランク的には上の部署なんじゃないのかなって気がする。ただあと予算ってのもあったと思うよ、いきなり言われたから。予算じゃねえや、決算、いや今どこに切るしな、いや、あの決算は俺はもうさすがに期間を覚えたもん、あーっと思って、ね、でその翌1週間後ぐらいに言われたから、ね、えっ、ー、と思って、っていうことは逆に言えば、あなたちゃんと聞いて頑張ってたんだねとか、
力的なもんダメなのかなと思っちゃうけど、まあそうだよね、人権されるもんなんだろうな。そうすると新しく来た人よりはなんか古い長くやってる人の方取っちゃうの、うん、ただ半年じゃ無理で、あんなベーブルだ。ちょっとマリオが悔しかった。またゴールドマリオ、うん、そっちみたいなんだよ。いや、カービィは今日アップだな、値段が。カービィ